迫の危険がある。著しい損害及び緊迫の危険を避けるために法令の必要性が高い。これね、この後すでに大津さんは選挙に立候補しているので、もう保全の必要性がないんです。なんか金玉を触って3万円とか、こんなの出したら殺されるかもしれません。勇気持って僕に LINE くれたんです。乗っ取ろうとしているじゃん。あなたたちがそうキックを縛りとかやろうとしたスクショ、私がツイッターのですね、削除したっていうことがあって、バカな人が警察にバレるから削除したとか言ってるんですけど、シンプルに今裁判を戦っているので、裁判官にあまり悪いイメージを与えないように消したに過ぎない、弁護士さんのアドバイスがあって万全を期しておきましょうということで消したに過ぎない。で、まあこの動画を作ることも若干躊躇はしたんですけども、まあ昨日ですね、夜青汁王子が解説の生放送してくれて、まあ広しという法律をよく分かっていない人、相変わらず絶対ダメなことを言っていまして、ちょっとそのことについて解説していきたいと思います。まず今社会問題になってるんです。ある人材派遣会社の社長から先日お電話いただきまして、ちょっと社会では使い物にならない人がめちゃくちゃ急増している、まあこれはまあゆとり教育の影響もあるかもしれないですが、大体ですね、親からの虐待を受けてる人に多いそうです。まあこれはあえて誰とは言いませんけども、今ね女子48等で争ってる人たち、私と逆張りのしてる人たち、親からの虐待を受けてたっていう可能性結構高いです。一人は子役でね夜中まで働かされた、もう一人の方は絵の柄宗教でっていう形で親からの指示通り動く、要は決めるのは自分じゃなくて親が決めるっていう人にまあ多いという、こういう人が増えてきてる。子役として承認されたいで、4つ目、善悪を決める能力がない。これはそういう何が良くて何が悪いのかっていうのを全部親から決められているので、例えばあなたは殺人犯としての役を演じなさいといえば平気で殺人犯の役を演じるわけですね。つまりその子役という形で嘘をつくこと、役者っていうのは自分じゃない別の人格を作り出すわけですから、指示通りに動けばいいっていう考え方で育ってきてるんですよ。でこれは私は病気であるという説でありますけども、これはもう完全に病気じゃないです、もう完全に人格なんです。でこの人格を攻撃することが良くないと言ってるんですけど、もう人格なんだから、そんな社会に問題があることをするような人に対してはその人格を皆さんにお知らせをするということであって、それがもちろんね直ちに攻撃というわけじゃない。こういう前提で、まあ今こういう20代30代がめちゃくちゃ多いわけですよ。親からの虐待を受けたかどうかっていうのは微妙なんですけど、親からの指示通りに動いて、まあね善悪を決めることができない、こういう人にはこれです、法的措置しかないです。これはどう、要は家庭内では許されるわけですよね。でもそれが一般社会に出たら、それがいろんな人に迷惑をかけてる以上は許されないわけですよ。今回のこの乗っ取りの件ですけども、もう端的に言うと昨日青汁王子が言ってくれたように、私が代表権を渡したことに問題があるわけです。それは私自身問題があったということで、後悔はしていませんが反省しています。この党を社会が若い女性が活躍できる社会にしようというところでやっていったの中で、僕は代表権付きで彼女に任せることによって11億円の借金があるよっていうことも明確に伝えて代表権を譲渡しているわけですから、別にその都合が悪いから返してくれって言ってるわけじゃないんですよ。彼女に悪が出てくるから、彼女に被害が出てくるから、あなたのような無能な人に代表権を渡してしまったから申し訳ないけど返してねと、これまであなたが代表権を持ってる間いろいろとね精神的に大変だったから月100万円をお出しするから子役に徹してくれという話をしたところからまあこういうトラブルになって、でそこで代表権があるということで悪い大人がまさに彼女の周りに集まってきてです、彼女をコントロールしようとしているという今状態なんですよね。でそこでですね、どういうことが今起こっているかっていうと、すでに彼女自身は裁判所に対して自分が代表者でないことを認めています。ここは非常に大きなポイントになってきますので、ちゃんと書類付きで ご説明しておきます。4月の9日付で、このように債権者大津彩香さんという名前が確認できると思います。大津彩香さんがですね、誰を債務者としたか、これいわゆる原告のことですね、わかりやすく言うとね。で誰に対して求めたかっていうと、それはなんと自分なんですよ。わかりますよね。債権者大津彩香さんが債務者政治家女子48と代表者大津彩香を訴えてるわけです。プラス斉藤健一郎個人を訴えてるっていう、こういう裁判でスタートしています。でところがですよ、これが4月の9日裁判所からの指導があったんでしょうね。これでは受理されなかった、不備だ、補正してくれ。2日後に訂正申したでしょう。ここの部分ですね、政治家女子48代表者大津彩香をですね、ここをですね
代表者を艶やかに変えてます。これね、2回代表者、こっち側が古くてこっち側が訂正なんです。で、代表者代表者を艶やかって出した、自分が代表者だとここでも言ってるんですよ、4月の11日時点で。ところがどこにも大津さんが代表者っていうような文言がないために、これが3日後の4月14日ついに自分で認めてしまいました。代表者代表者大津彩香ではなく、代表者臨時管理人立花久美って認めちゃったんです。これ立花久美を認めたっていうことは、すでに大津さんは自分が代表者ではない、あるいは代表者ではあるけども規約、政治家組織48との規約を見て立花久美を債権者とするという、こういうこの編成なんです。大津さんは規約に基づいて党は運営されることを認めてるって考えられます。青汁王子くんが言ってくれた、債権者が債権者政治家女子法廷と代表者の地位にあることを仮に定めるっていうようなことを書いていて、この保全の必要性について、仮処分をしなきゃいけない必要性について、上記の通り大津さんは政治家女子法廷との代表者の地位を失う可能性があり、そうでなければ、債務者政治家女子法廷との代表者としての政治活動ができなくなるなど著しい損害が生じる、また債権者の意思に反する代表者変更の登記申請がなされており切迫の危険がある、著しい損害及び緊迫の危険を避けるために法廷の必要性が高い。これね、この後すでに大津さんは選挙に立候補しているので、もう保全の必要性がないんですね。大津さん側の保全の緊急な保全の必要性というのは、大津さんが選挙に立候補できないということになります。そういうことはもう大津さんが立候補できちゃってるんで、で、大津さんの陳述書、私は国政政党である政治家女子法廷との代表者です、私が2023年3月29日付で代表者を辞任し、斉藤健一郎さんが代表者に就任した旨の国政政党変更登記申請がなされています。しかし私は代表者を辞任したこともなく、辞任する意思もありません。もし登記申請の際に私が辞任するというの書類が作成され、私の記名押印があるとしても、そのような書類を見たこともありませんし、そのような書類に捺印したこともありません。統一選挙の最中でありながら、党内の騒動による、党員の皆様、有権者の皆様には多大なご迷惑をおかけしておりますが、私は代表者としての職務を全うしたいと思います。彼女の申請は辞任する書類に記名や押印したことない、それは見たことないって言うんです。それはそうですよね、そんなもんないから。これ申請書を弁護士さんが法務局に問い合わせすれば全部見れるんです。でも見もせずにそんなものが出されてるという陳述書を出してると、幻いいところの世界です。これ本当に相当頭の中で妄想する力があるんだろうなと思います。で、それに対してさらにですね、裁判所から補充書っていうのが出さされていてですね、共産党袴田事件最高裁判決っていうのがあるんですけど、ちょっとこれも解説出すと長くなるので割愛しますが、このね、世代の人たち、親からの虐待を受けて親からの指示通り動いてる人は何でもかんでも自分の都合のように考えるんです。で、これはそのヒロシというやつがいるんですが、僕に対して背任罪や脅迫罪、もう逮捕が近いとかって平気で言ってるわけですよ。6件の刑事告発をしてると言ってるんですね。で、青汁君がしっかりとそれは聞いてくれてるんですけど、じゃあこの件で受理されたのがあるんですかって言ったら、いや受理はされてないです。刑事告訴とか告発なんて誰でもできるじゃないですか。でもそれが全くその意味がないもの、事実ないものをやると、虚偽告訴罪で逆にヒロシ君が刑事責任を負うということになると。ここについては法的な措置しかない、法的な措置を行っていきます。それは当然ですよね。こんな立花が間もなく逮捕されるっていうことをあっちこっちで吹聴してるわけですよね。でも全然この6件の根拠がない、都合のいいように人から聞いた情報の中から100ある中の1つ自分にとって都合のいいものを拾い上げていく、そういう人格なんですよ。皆さん見たら分かるでしょ。これ社会問題になってる人何度も言いますね。この20代30代にめちゃくちゃ多いって言われてるんですね。反社から金返せと言われて困ってるって僕が言ってるんですよ。僕反社から金返せ、反社からお金借りたこともないし、もう矛盾してるのがめっちゃ分かるんですよ。これ反社からお金を借りているのは政治家女子48となりますよね。もちろん借りてませんよ。333人の債権者がいます。 10.4 億円です。このうち2人反社だって言うんですよ。反社がお金貸してるんだったら誰に返せって言うんですか。大津さんが今代表だって言ってるんだったら大津さんに金返せって言った方が合理的でしょ。少なくとも僕にも大津さんにも両方言うべきだな。なんで僕に反社の人がね来て、反社が僕に金返せなんて言ってきたらそれこそすぐ訴えるじゃないですか。あ、反社の人からねお金返せって言われてます。そもそもこの333人の名前ってちゃんと出てますからね。見ようと思ったら見れるんですよ。お金貸してくれてる人、政治資金保護者出してるから。どの二人が反社やっていうねこのヒロシという人物は本当にもうどう考えてももう幻覚妄想です。5月2日、明日ですけども、そもそも明日、裁判の
期日や新人期日ありませんから。何度も言ってますけど、明日までに和解の条件があるなら、あるいは反論することがあるなら出してねって言われてるだけで、裁判所に我々が来なさいとは一言も言われていないし、裁判所が和解の提案なんか出してません。むしろ裁判所は呆れ返ってるんですよ。何がしたいんですかと。仮の申し立てをして大津さんがね代表者だというようなことをされてるのに、どうしてここに来てないんですか。27日の裁判ね、4月27日の裁判、先週木曜日、何がしたいんですか、持ち合わせていませんっていう弁護士のね、は急ぎであなた代表者としてやってほしいんでしょ。あなた自身が立花久美さんをもう代表者として裁判を起こしてますよね。その立花久美さんじゃない大津さんが代表したいんですよね。何がしたいんですか。ここに書いてるのは選挙に影響が出る、でも選挙出てますよね。こう言われて持ち合わせていない。和解案についても持ち合わせていない。で、時間くださいと言いましたけども、連休明けまで待ってもらえず、5月の2日、明日までは一応待ちますが、内容遺憾によっては、債務者側ね、こちら側に伝えることなく決定しますよって言われて、で、この取り付け騒ぎのことも言ってました。このまま大津さんが代表していたら、お金を貸してる人が不安になって、みんなが金を返せって言い出すのに決まってるじゃないですか。大津さんを操る黒川君という人間がいて、この人間に130万円渡すなんて、あとプラス大津さんに月100万円渡すなんて言ったら、不安に感じた債権者が金返せっていうのは当然じゃないですか。それをまるで僕が悪いことをしたかのように言ってるんですね。全然違いますか。で、あと3億円の僕が党からお金を借りています。で、このお金をめちゃくちゃ皆さん説明してるじゃないですか。3億円の内訳がわからない。すでに2億円ガーシーに貸してますよ、僕個人として。党から僕個人で借りて、僕は個人としてガーシーに貸してます。これずっと言ってるじゃないですか。で、残りの1億円は僕がこの NHK から国民を守るという党を作るときに、選挙でめちゃくちゃ個人としてお金借りた、個人で借りたお金を立花が党から個人的に借りて返してるだけじゃん。3億円ちゃんと説明してるじゃないですか。説明してるのに、この妄想どもはですね、そう、自分にとって都合の悪い情報入ってこないんですよ。で、例の片岡君が出したスクショですけども、大津さんは拮抗縛りをして、拮抗縛りをさせてあげるから10万円で客出してたんですよ。現に無知で叩いて1万円と平気で本当に考えたんですよ。で、僕はそれに対して、だからやってもいいけども、政治資金パーティーではやっちゃいかんでしょと、脱税になるからって何度も言って、2人とも納得してるのに、納得してそれはやめると言ったのにやらずに、まさに乗っ取りですよこれ。ああ、もうバレた、しゃあない、もう立花にバレた、ここまで来たら乗っ取ってやるって言って、乗っ取り計画が出てきたんですよ。現に今は我慢しましょう、乗っ取りましょうっていうね、そういう LINE のスクショが送られてきて、別の人からですよ、黒川君陣営に引き込まれた女性から、こんなの出したら殺されるかもしれません、勇気を持って僕に LINE くれたんです。乗っ取ろうとしているじゃん。あなたたちがそうやって拮抗縛りとかやろうとしたスクショ、これ事実じゃないですか。これ片岡君が捏造したとでも言うんですか。なんか金玉を触って3万円とかね、そういうのを実際にやったかどうかじゃなくて、そういうことを検討していること、そしてその検討していることが世の中にバレることが取り付け騒ぎになってるっていうんですよ。で、令和の虎のことまで言ってました。2000万円でお金が集まりませんでしたね。あれは見たら分かる通り、こんなものは破談にしようと思ってやってるだけです。そんなの借りしてくれるわけないじゃないですか。2000万円のお金を年利 3% で借りて、虎たちに何のメリットがあるんですか。本当に2000万円欲しければ、そんなの出資に決まってるじゃないですか。融資じゃなくて出資ね、株にしてくれ。でもそれをやりたくなかったから、あれは令和の虎で宣伝しただけです。で、まあそのチューナーレステレビのことについて、僕は Google 社との契約してるってはっきり言ってるじゃないですか。俺もまあね、 Google って世間知らずの妄想どもにこんなのわからないでしょうけど、 Google と私の友人の会社が契約してるんですよ。5万台テレビを買う、だいたい3万円するんで、これで約15億円なんです、日本円でするってね。15万台予約してるんですよ。15万台のテレビに Google の Android OS を入れる。でももし5万台購入できなければ、この友人の会社潰れたら終わりなんです。でも Google 社は、この私の友人の会社はそんな仕事をする人じゃないから、もう全然デポジットなく15億円の契約してくれてるんですよ。15億円払ったわけじゃないんですよ。この友人の会社が Google から OK もらってますよ。だからこの流れがあるから、もう1万台でも10万台でも100万台でも簡単に供給できる、この会社と私の会社が契約してるわけです。株式会社立花隆が契約、ひろし君とかおっさんのような世間知らずの人にはこの会社の株の意味がわからないです。意味とか価値がわからないです。